どうも、クロさんです。コロスボです。メタルおじさん2人が音楽中心に好きなものを語っていくチャンネル、コーチュー。今回はね、2019年9月の時点で今2人が選ぶ注目のバンド10選をやっていきたいなと思います。では、やっていこう。はい、次のバンド、ライジオ。これはアメリカのフロリダのメタルコアだね。なんか近代のメタルコアの一つの正解なのかな、てか行き着いた結果っていう感じなのかなって思うんですけど、そうだね。ニューメタル的なアプローチもありつつ、全体的なギタープレイズもね、いろんな音楽からの影響を感じるバンドなんですよね。そうだね。で、別にそんなにパクリ臭くないっていう、で、ギターのやっぱクリームボイスがさ、エモくて、で、結構ジェント的な要素が入ってもおかしくない音楽性、まあギデオンとかに近い、だけどまあ流行りに乗ってない感じも結構硬派かなと、思ってたんだけど、新譜が、つい先週ですね、新譜出たんですけど、もちろんね、僕らもチェックしてすぐ聞いたんですけど、なんすかね、なんか地平線の匂いがするんですけど。そうですね、ホライズン味が、なんかグレイブとかさ、フォゲットイマイネームみたいな、10曲目、マントラじゃん。ちょっとなー。で、ローとかはさ、すごいアーキテクトっぽかったりしてね、どこのドゥームスでなこっちがドゥームスでなっていう、思ってた方向とはちょっと、違うぞっていう感じの、いや、なんか刺さる曲もあった、2曲ぐらいね。2曲目とか良かったし、2曲目、プリズンとフューリーか。フューリー。いや、プリズンとかめっちゃシンガロングしてこっち系になれるのが強いんだけどね。なんかその、エイジオーが持ってたそのハードコア的な良さがちょっと薄れて、なんかさっきは流行りに乗ってないって言ったけど、完全に乗ってきちゃった。そうそうそう。うん。いや、このボーカルもさ、結局歌えるんだよね。歌えるってことでさ、やっぱ歌いたい。歌いたい。で、そのメロもさ、ブリングみたいに短い尺のフレーズを何回も何回も繰り返すみたいな。あー、分かる。なんだろうな、フックのその短いループっていうかさ、これクリスタルレイクとかも使うじゃない。使うね。でもクリスタルレイクはクリスタルレイク味がちゃんとあって、オリジナリティがあって、ブリングはブリングじゃない。完全にウェイジオで、ブリングミーザホライズンだね。多分聞いてもらえれば分かると思うんで、はい、全然好きなんだけどね、ちょっと、思ってた方向と違う感じになっちゃったんで。そう、過去2枚がね、良かったからさ、そう、すごい好きだったんでね。じゃあ、昔の曲聴いてもらおうか。そうだね。では、ウェイジオどうぞ。
てもらったわけなんですけど咳ブレイクねね、リバースが新しいよね。新しい、マジでこの曲かっこいいなって思う。で、スティッチなんかはさ、やっぱね、変態的なギターじゃない。そう、ちゃんとね、あの川に連れてこってやっぱあの変態さもやっぱニューメタルっぽいなって思うよね。そうだね、うん、なんかあのストラクチャーズとかにちょっと似てる、ね、うん、個人的に。じゃあ次のバンド、イメージです。はい、これスウェーデンのバンドですね。はい、このバンドもね、2010年ですよね。なんかスウェーデンも最近暑いよね。暑い暑い、うん、すごいよ。だからアビアナとか、うん、まあもちろんアデプトも昔からいるし、うん、あとまあアメリカのドリーマーもそうです。そうだね、うん、去年よく来日したね、うん、当初はね、割とメタルコア寄りのサウンドだったんだけど、うん、少しずつね、ポストハードコア的なニュアンスも強くなってきて、うん、でボーカルがね、何より、ね、まあ、歌唱力高いね、うん、ボーカル、あのバイオリンも弾いちゃうっていうね、弾いてた弾いてた。インテリジェンスを感じるんだよね、このバンド。あー、ちょっと偏差値高い系メタル、うん、偏差値高めで、結構、ね、うん、芸術とか好きなのかなって感じのニュアンス。スタイリッシュだよね、すごい。そうそうそう、なんか MV とか見てもさ、うん、じゃあ曲聴いてもらえますか。はい、ではイミです。どうぞ。聞いてもらったわけなんですけど、はい、インプシャス、ね、バイオリン弾いてるのがすごい分かりやすく、うん、確認できるね、うん、やっぱこの鳴きというかこの、うん、ストリングスっていろんなバンドで結構使われてるけど、うん、またなんかそれとも違うクラシカル味が、うん、そうだね、うん、でもストリングス苦手な人も結構いるからさ、うん、まあそういう人にはちょっと刺さんないかなと思うけど、まあ幅を持たせるってことで紹介させてもらったわけなんですけど、うん、はい、でシックネスですね、ね、でこの曲は多分前回のアルバムの前に多分シングルで発売してるんだよね、実は、うんうんうん、だけどなぜか今回アルバムに収録されてるっていう、そして一番ヘビーで結構浮いてるっていう感じでね、やっぱストーリー的な、このアルバムのね全体のストーリー的にはちょっと、うんうん、まあ、浮いてるんだけど、多分ずっと迷ってたんだよね、このバンドが、うん、なんかジュナンの作品だった
って本人たちも言ってた。はい、じゃあ次行きますか。ベルモンド。これアメリカのシカゴのバンドですね。はい、はい、2014年結成。うん、なんか超テクニカルなイージーコアって感じ。なんかポップパンク系でスクリームはしないんだよね。そうだね。でなんかナポレオンが、ナポレオンというバンドがいるんだけど、ナポレオンが叫ばないでポップパンクをやったっていう感じのバンド。そうだね。うん、でね、昔日本のファクトっていうバンドがいるんだけど、ファクトが好きだった人には多分ハマるバンドじゃないかなと思いますね。じゃあ曲聴いてもらえますか。ではベルモントどうぞ。どうぞ。聞いてもらったわけなんですけど、オーバーストッピングとかね、これ代表曲で、で甘酸っぱいポップパンク的なメロディーが満載かなと思いますね。そうだね。でメタリックなリフもあるって感じで。だよね。じゃあ次。はい。If I Were You。ニューヨーク出身の2011年結成。このバンド取り扱ってほしいなってコメントくれた人。サンゲラこのバンドですね、当初からシアトリカリ系のポストハードコアっていうスタイル、ずっと貫いてるんですけど、もう僕はファーストの頃からずっとちゃんと聴いてはいるんですね。聴いてて、まあ、大御所ポストハードコアとも引けを取らない音楽性と、だからライズレコーズ系とか、ね、フェアレスレコーズ系とか、そっち系だね。まあ、技術もあって、たのに、なぜかいまいち目が出ないっていうね。そうだよね。なんかクオリティ高いんだけどね。なぜなのかね。まあ、プロモーション悪いのかとか、いろいろ思ったんですけど、まあ、確かにメインストリームのバンドよりは、ちょっと出遅れて発信してる感があるんだよね。個人的にはライブでのエンターテインメント性と、ステージングのね、なんかダサさというか、これだろうなっていう。ちょっと MV もね、だいぶ上手いんだよ。だいぶ上手いんだけど、なんかステージングがね、もっさいんだよね。ああ、なるほどね。結構割とそういうバンドいるよな。そうそうそう。音楽性スタイリストなのにさ、ライブがいまいちっていう。ライブが良くないとね、やっぱ、なかなか、その、向こうのシーンではさ、そうそうそう。受け入れられないっていうか、そうなんだよね。部分あるからね。インサイポストハードコアのいいとこ取りなサウンドかなと、思うんですけど、まあ、特別、何がオリジナリティなのかって言ったら、まあ、それもちょっと感じるわけでもないけど、まあ、個人的には金太郎飴的サウンドかなと。ああ、なるほどね。まあ、どこ切ってもね、同じ味するよね。まあ、ただ、悪いところもね、見当たらない。むしろいいの。むしろいいのね。いいんだけど。クオリティも高いし。いや、むしろ好きだし。
ね、こういうこの手のポストハードコアってね、なんか味付けが全部一緒。あー、なるほどね。化学調味料的な、ジャンクフード的な感じか。ジャンクフード的な感じで、うん、なんかとりあえずそこにあるから聞いちゃうし食べちゃうんだけど、うんうん、本当にそれがいいものかみたいな。そうって感じではあるかなと思います、うん、はいはい、じゃあまあ聞いてもらってね、うん、では If I Were You どうぞ。はい、じゃあ聞いてもらったわけなんですけど、はい、フェイスレスとかね、はい、かっこいいと思うんですけど、うん、で、ファインディングホームとかね、うん、あ、俺ね、過去作全部好きなんだけどね、うん、やっぱりはセカンドが一番最高のバランスで、うん、アルバム的完成度が一番高くて一番好きなんです。うん、音もいいしね、一番。そうあの辺がね、ポンってきてれば出たんだ、うん、あー、もうちょっと早く。じゃあ次のバンド行きますか。はい、2人、サンダーリングコンセプト。はい、これもね、はい、フランスのバンドなんですよね、はい、やっぱさっきも言ったけどさ、フランスのそのジェントっていうかプログレッシブメタルコアがやっぱすごい盛り上がってきてんなって。そうだね、うん、東京のカリンジャとかかなり似てるニュアンスかなと、うんうんうん、まあフューチャリングもしてるし、うん、思うんですけど、まあでもエクストリームさで言ったらそっちの方がメタル寄りで、うんうん、フュージョンとかジャズ要素も強くてちょっとまあごちゃっとはしてるかな。カオティックだよね、かなりめちゃくちゃって感じの。そうめちゃくちゃなんだけど、縦乗りのさ、ニューメタルっぽいプレーズ。あ、そう結構多くて、なんかそのね、バランスの良さ、ごちゃっと感とあのノリの良さがすごい妙に癖になる、ね、癖になるめっちゃ効いちゃうんだね、うん、でもなんか自作あたりでまた全然違う音楽性になってる、うん、なってそうだよね。もうなんかすごい音楽の幅が広くてさ、なんかサックスとかも入ってたりするじゃない、うん、そう曲に。バンド名から想像できる通りね、かなりアーティスティックなバンドだなと思いますよね、うん、何だから、ね、結構クリエイティブな感じはある、うんうん、はい、じゃあ今日聞いてもらえますか。ではザリサンダーリングコンセプトどうぞ、うん。Give me a fight, baby, a fight. Love me, love me, love me, love me.
メイツオブハピネスとか、うん、そのめちゃめちゃ感とこの寝られ具合、うん、でこのリリックみたいな楽しさ、できないよね。でインクとかはもうデスコアっぽくてさ、だんだんでね、僕らの大好きなアダム君ね、オシャーノが登場するわけなんで、気持ちいいよね、うん、はい、もういろんな要素あるバンドだよね。うん、結構まあどのバンドもさ日本で今あんまり知られてないからさ、まあ、ウェイジローなんかは来日もしてさ、うんうん、結構あのコールドレインか、うんうん、それ一緒にやってやってたね、結構認知されてきたかなって思うんだけど、うん、な他のバンドとか全然さ知られてないバンド多いからぜひね、ぜひね、うん、この機会に聴いていただきたいなと思いますんで、はい、ね、で個人的にはどのバンドも来日してほしい。うん、そうだね、特に OHOH とか、OHOH マジで本当にお願いします。お願いします。連れてきて。僕らもできる限りのね、うん、応援を、そうだね、ちょっとずつちょっとずつやっていければ、ね。こういう感じでこのチャンネルでやっていきたいなと思うんで。はい。応援よろしくお願いしますって感じで。お願いしますって感じですね。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、グッバイ。